プラシュスキー・クリサジークは、チェコ原産の愛岩犬種である。名前はチェコ語で、プラハのネズミ捕りという意味である。ボヘミア原産のネズミの駆除をする死液犬、ラトラーを祖先とする。ポーランドをボレスワフ2世が、ボヘミア王国から送られたらしい2頭を、所持していたという記録が最古とされる。その後も、王公貴族の飼い犬として愛され、 ボヘミア王国から隣国の王族への贈り物として使われた。1620年の白山の戦いの敗戦の後、庶民にも買われるようになった。共和制以降も、絶滅寸前となり、小さすぎるとして、ドッグ賞への参加資格も剥奪された。しかし、1920年代よりの断続的な復活計画により、1980年代に、ブラハで犬種が確立された。 チェコ独自の愛玩犬らしい愛玩犬を目指して作られている。新しい犬種で2000年代初頭にはほとんどプラハで飲み買われていたが次第に人気が出ておりヨーロッパのドッグショーにも出展されている。現在はチェコ共和国、スロバキア共和国、日本など数少ない国で飼育されている。日本には1998年に輸入が始まり犬種クラブが チェコのクラブの規定に従って繁殖犬検査、血統書取得補助、血統書管理等を行っている。ミニチュアピンシャートトイマンチェスターテリアの交雑種のような外見をしている。チワワとほぼ同じか、それより小さい長小型犬で、世界一小さい犬種とされ、体高20から23センチメートル、体重2.6キログラムを理想とする。死士は長くて細く、筋肉があり、 柔軟な体である。骨が細いため骨折しやすい。尖ったコウモリ耳で、尾は中ぐらいの長さだが、弾をするのが普通である。目は大きく瞳の色は黒。毛色は主にブラックタンだが、ブラウンタンもある。タンは淡いイエローやマール、レッド。紐が短く、スムースヘアーが多いが、近年はロングヘアーも認められている。気質は、 飼い主家族には従順で友好的だがプライドが高い。活発で走り回ったり運動することが好きである。ありがとうございます。